全国の麻雀ファンの皆様いかがお過ごしでしょうか本日は第40期 a ーリーグ第9節の模様をお届けしてまいります司会実況の月美香ですそして解説は a ーリーグより白鳥翔プロにお越しいただきました白鳥プロよろしくお願いしますそれでは早速本日の出場選手4名を紹介してまいりましょうまずは1回戦ちいちゃからですちいちゃ猿川雅俊 -95.0 ポイント11位 なんちゃ柴田義和マイナス百八十九点三ポイント十六位。シャーチャ黒沢崎プラス二点五ポイント九位。ペーチャ石川正樹マイナス百六十五点二ポイント十五位。以上四名での戦いとなります。そして本日までの成績表をご覧ください。はい、えー、第九節の。 リタクということで9位11位15位16位この4名での対局となります。ガシロトリプロ、はい、本日の見どころを教えてください。そうですね。やっぱりあのー、あと3節しかないというところで、はい、あの高気ボーダーに入ってるまあ2名がいるのと、あと高気ボーダー近いまあ猿川さんがいるっていうところがまあ一番の見どころかなと思うんですけど、はい、まあクロさんもやっぱり上浮かうためにはここで 浮いておきたい、しかもまあ、大きめの浮きが欲しいところですよね。はい。まあ、なんかそこら辺が注目かなという感じですかね。はい。はい、そのあたり注目してみてまいりましょう。それでは対局の準備ができたようです。第四十期鳳凰戦エーツリーグ第9節、李ク1回戦。とはの開始です。す本日の立ち合いの馬、友竹正治が務めます。さあ、1回戦目が始まりました。ちいちゃから猿川。なんちゃに柴田。ちゃちゃに黒沢。 ペーチャに石川、といった並びで一回戦目がスタートしております。なラは九ピンです。さあ、親番猿川。手配はどうでしょうか。数万統一。両面が三つと。とら、うん、ないですけどね、まとまりそうな、ね。うんうん、まずまず。はい。 両面人ちょっと苦しいか柴田。まあ、やっぱりね公式ルールは打点が見える手が嬉しいですからね黒沢さんみたいな結構ペンチャンペンチャンみたいなある手でも、はい、ドラの重なりとかあと一通になればね打点が見えるんで。うんうん なんか早い手よりもね、こういう手の方が嬉しいですかね。じゃあ親番のサルカワのこの両面の多い手入と、まあ。サルカワさんのこの手の場合はやっぱ親っていうこともあるんで、はいうん、まあサルカワさんの手が一番嬉しいですけど。サルカワさんの手が一番嬉しいですか、はい。例えばなんかピンフのイーシャンテンとかよりこういう手の方が嬉しいかなって僕は思いますけどね。うん、うん、ちょっと時間はかかっても打点が見える方がと。そうですね。さ、サルカワは現在マイナス九十五点ゼロポイントということで、うん。 はい、なんか先ほどあの冒頭で黒沢さんが上伺うにはやっぱここでポイント欲しいっていう話をしたんですけど10節までは総当たり戦で打って、はい、11節がまあなんか言ったらちょっとこうエクストララウンドみたいな感じなんですよね。エクストラ,ラウンで11節の卓組が、えっと、下位8人と上8人に分かれてて、うん、1> えっと9 1 1 1十3 1 5位と10121416位がまって。はい 次が、えっと、偶数宅から始まるんですよね 2, 2> です 6, 8から始まって最終節は偶数あそれが10節までの順位で決定するんでやっぱ最終節に上の人と当たるためには8位以内に入ってないとやっぱ当たれないから8位以内に入ってないとやっぱ昇級厳しいんですよね。はいうん、で今黒澤さん9位なんで、はい、まあ少なくとも絶対10節終わった段階で8位以内には入っていたいはずなんですよね。昇、うん、級を目指すためにはっていうことですねそうですね。 さらに、やっぱり今年小規模だ高そうなんで。うんもうちょっと積み重ねて、上狙いたいかなっていう感じじゃないかなと思ってますけどね。今年高すぎませんか。ちょっと高いですよね。三人昇級なのに。そ<う>ただ、その分ね、あの高級ボーダーも。例年よりね、例年で七十ポイントぐらい、七十とか八十ぐらいなんですけど。今マイナス百ぐらいの人がね、六人いるんで。はい、ここもね、あの、まあ、緩いといえば緩いですからね。お 初期バーが高い代わりに後期もまあちょっとしづらいというか。確かに現状ではね、マイナス七十だったら、うん、全然ね、十位ぐらい、そのね、はい。今サルカワさんがめちゃくちゃ面白い選択してましたよね。なんか前順にね、はい、ローピン切りのところローピンの前にリアンソを切ってたんですよね。そうですね、両、うん、面の部分払ってましたね。で、今テンパイですね、サンソルパーマンのシャンポーリーチ打たず。 親番ですけどね。はい、タンヤオの天敗。あー、これ豊洲だわ。おお、三蔵が出た。サルカ川の上がりとなりました。タンヤオ二千点。タンヤオにしか結構興味がなかったんで、いいすそ払う。選択になりましたね、打点で。イーすそがすごく切れてたとかではなく。あイーすそ三切れで。イーー切れあ、ごめんなさい、ごめんなさい、いいすそ一切れで。一切れ。数層が二切れだったんですよ。うんで、カンチーピンはしょんぱいだったと思うんで。はい。そこの部分を活かして。うん 勝ちピン入った時のリーチ単位を,を意識したっていう感じですよね今のもなんか公式ルールなら,ならではっていう感じで一発裏ありとかね赤ありだったらいいすそ残して、うん、最終形いいすそ強いからリーチで OK みたいな感じになりそうなんですけど、はい、一発も裏も赤もないんで、うん、リーチ打っていいそだがっちゃうとリーの身にしかならないから、はい、それだったらこっちの方がいいだろうということですね。はいさあ 三一脚の一本馬サルカーの連チャンとなっておりますドラガペイサルカーの手に一枚柴田の手もずまずタンヤンファイが多いと石川が二面つわっていつもるつこういうのが嬉しいんですよこれですね、はい、ピンフとかめちゃくちゃどうでもいいんでめちゃくちゃどうでもいいめっちゃどうでもいいですだって天敗量より これも何度も言ってるんですけど僕、はい、量よりり低いい上が本当意味ないです1,000点上がってもね1人天杯だったら3,000点もらえるっていうことですよねそうなんか1,000点上がってなんか打った人嬉しいし両脇も横移動して嬉しいしみたいな感じでうんなんか何も起こってないのと結構一緒ぐらいの感じなんで正直はい、うん、だからなんか基本的にはやっぱり 高い手目指して手進めていくっていうのがね普通になってくるんですよね公式ルールだとそれはずっとそうお考えでしたか、うん、いやそんなことないですなんか途中でちょっとシフトチェンジしたというふうに、はい、うそうですねシフトチェンジというかやっぱね僕ね本当にこれは 常々言ってるんですが、黒沢さんの麻雀を見て、めちゃくちゃ変わったんですよね。黒沢さんが、平和に昇級した時。時もそうでしたし、まあ、ずっと黒沢さんの麻雀見てて。いや、黒沢さん、なんでこんなに勝つんだろうみたいな。あの、麻雀で。はい。一番結構こう、重要みたいな、されてる要素って。ゆずきさん、なんだと思います。 一番重要一番重要そうマージャンで勝つためにはいこれだけはやっぱ押さえとかなきゃいけないみたいな、はい、パイ効率とかですかああ、パイ効率もやっぱ重要ですよねどらどらはいなんですけどやっぱり押し引きがやっぱ一番重要ってされてること多くてはいチーソーなかなかったですね中点取れましたけどペンチーソーの中点取らずチー、うん、すると先手になっちゃうんでねやってないですね先手はうんそうで押し引きがやっぱ重要ってされてるんですけどはい 公式ルールの場合はやっぱね序盤の手組みですねう,んうん、うん、押し引きよりもうん。序盤にどれだけ高い手に持っていけるかみたいなところが一番重要なんだなっていうことに気づきましたねうん押し引きよりもかなり押していい局面が多いんで、はい、ノーテンパップの比重も高いですし前掛かりに行っていい局面が多いかなと僕は思ってるんですけどはい それは何回目ののかっっっちゃたた時,の時分かったんですか <laughs> いやこれはね今勝ってるから言えること勝 <laughs> ってなかったら説得力なくて言えないんですけど、はい、これはねでも本当そうなんじゃないかなと思ってるんですよ正直この<ー>例えばドラがペアの局面って、はい、闇点のケアとか、うん、マジで本当に全然いらないなっていう印象ですね。そうなんですか、はい、えだって闇点でペアがドラで高い手出てくることあります、はい ピンフドラさんぐらいじゃあピンフドラドラとかってビーチ打ちたいじゃないですか<ー>でピンフドラさんのこともないしチー,あチートイドラドラとかね、うんまあ、それはあるかもしれないですよねた,、はい、ただじゃあ普通のじゃメンツ手で高い手が出てくることって手の単品3色ぐらいいじゃないですすすかそ、うん、そうででねね、うん、れあります、ねうん、でもなんかそれって超レアなケースでほとんど出てこないからだいぶ気にしなくていいよねってそれでなんかダマ手にしてる時ってピンフのみとか,、うん、なんかタイヤをのみのカンちゃんとかぐらいの時なんで。はい もう全然自分の都合でまっすぐ進めていいんじゃないかなっていうのがまあ、うん、考え方というかねうんですかねさあ。柴田はチートイツにし手を絞っていきましたか。うん、そして黒沢はドラドラの手のいいシャンテンです。ここはキピン切り<は>パッピンが二枚目でしたね。はい。うんこれでセンターの天配になっちゃいましたけどこれは取りますよね。うんこれいいと思います。サブロッキューはねリチ。 なんかピンフのみはやっぱねオリーは黙ってんって言われてるんですけどやっぱ1,000点で上がるの僕めちゃくちゃもったいないと思ってるんでああこれきた単チートこれもね勝負手なんですよはい出上がり3200でリーチうっといやいいと思います6 4 0 0ーピン対ブ6 9枚めっちゃでかくないですか6400で64はでかいです1枚残りなんですけど上がったらめっちゃでかいんであもう打点でリーチいきましたよね <あ>スピンが通った,った,ったあれペン3ピン入ったけどまだいいシャンテンかそうですねこれどうするんだろう筋のいいまん一回切るか無理だと思えばああこれテンパったら3万勝負するかえうーん二間力ですが黒沢さんチーピンちょっと粘ったら危ないかもしれないですねそうですね、うん やっぱね、七百千三百引きたいですよね。ああ、チーピンじゃん、<ー>これ打っちゃうじゃん。つかんだ終、えー、わ、痛い,たーいー。なんで打たないの、すごい。チーピンと三万セットでは無理ってことですね。あ、どっちも当たり、どっちも当たりでしたね。そうだ。えでもチーピン、今筋でしたからね、親番で。はい、数ピンちょうど通ったところ。親ですもんね。そうだそうすね。ここは当たり牌をしっかり止めて。いや。打たない。 え、これもなんかすパーソーってすごいですねパーソーは柴田さんにはとん追いかけたのが柴田ですもんねそうですよね翔さんには通ってないですもんねえーすごいチーピンよりも CP に通ってますよ。そうですね。c ンよりパーソーなんですね。そうか。二人の差三万ですね。これうわ入って大きい。リーチピンフ入って三千百四千二百。これじゃあなんかダマテンで、例えばダマテンにしてたらリーチが入って押してたら九万サッと出てたかもしれない買ったりするけど、千点の上がりじゃないですか。法廷はい。はい。あごめんなさい法廷ですね。すみません。リーチピンフ法廷今の 三九は四二プラスリーチボの五二の上がりってめっちゃでかくないですか？うんうん、めっちゃでかいです。めっちゃでかいっすよね。五二が上がりたくて頑張ってるから。そう。はい。でも今一三二六にはならなそうでしたけどたまたまねあの法程で上がれたんで、うん、あの上がりになりましたけどやっぱ七百三百引きに行くっていう意識がね。うん。今のダタに読んでますから。リーチ貧富でもリーチに行くというね。あの上がり率めちゃくちゃ高そうでしたよね今のって。は,はい。サブ六キマ 普通の麻雀だったら、やっぱり一中、う、打ちますもんね。あれっす。そうですね。一発とか赤とかある麻雀だったら、大体。な、うん <laughs> やっぱその原点に立ち返ると。うん。石川の後半判だったと。うん、いいと思います。めちゃくちゃ。あいやーこれはもう勝負手すぎるだろう。これはもう一気にきますか。いさすがに興奮しますよね。<laughs> 興奮してます。だってこれ。いや、リャンマンってめちゃくちゃいい位置だね。柴田さんの。はい。 なんか意外とこれ何とか切りたく何か3品とか切っていいシャンテンに取りたくなるんですけどうん、うん、本一とドラ受けを残してるんで、はい、あのリャンマン数万の払いなんですよね親番なんですけど何が重なったら本一のいいシャンテンだし、はい、ドラがいいピンなんでいいピン使いたいから3品も残してじゃあ僕がいらないのってなったらリャンマン数万が安くなっちゃうからいらないっていう一番打点に必要ないところから切っていくよそ、ね、ということですね、うん これがめちゃくちゃゃく重要ですよねこれが序盤の手組でだからやっぱりあのストレートに進めてる人が勝てないルールになってますよね。んうんうん、ね安い天ンばっかりしてもなかなかねそうなんですよこれだから親であこれあ<ー>これこれこれでも十分あの十分というか、はい、2,000オールスタートじゃないですかリーズもすれば。はいうん、まあリアンピンがスっと入ればリアンパスそうでねいいですしここから本一に渡ることもできるしで。 差し掛けたのは石川チュンのポンです。これも打点がある仕掛けですよね。チュン本一ドラチ七千七百ですよ、これ。でかすぎる、いいシャンテンですか、もう。まだりゃ。いいシャンテンか。シャンテンか。今やった。で、これをね、やっぱずっとやってたのは。黒沢さんだったんで。おお。はい、そこから学びましたね、僕は。超打点重視の。はい。はい。僕は黒沢さんより、ちょっと打点を落として、その分。 天杯量に意識が入ってるのが多分僕の今のスタイルになってるような気がします。天杯量に意識が入ってる。一緒にで黒沢さんのだって高い手しか全部追わないんで天杯量取りづらいんですよやっぱ最後の方で。そうですね、うん、仕掛けとかもあんまりしないイメージがあります、ね。これこれはこれこれ三点打ちたいよねこ。これどっちですか？どうありつか。そうか。うんこれはね,、うん、れはねソーズ引いたらもう結構ウソのくっつき天杯だったんでね。はいかなり 打点見えるとこだったんですけど、うん、やっぱ石川さんに対してドラ打ちたくないとかいうのもあったんですかねそうかさあリアンピン二枚山さあ親番の柴田がカンリアンピン待ちでリーチこ,こっちもテンパイカンパーピンえ現張りだよそう<え>もうえこれやばくないあ、やばくないんだうーこれね <laughs> そう三ピン切ってるとリアンウンソなんねリアンウンソですねうわこれパーピンだ えこれちょっと降りてどうなの？猿川さん一応持ってるけど、パワーピンですか？うん。えなんか今僕早めに降りようと思ったら、はい、石川さんのシャア手出しぐらいじゃ大丈夫そうだから早めにパワーピン打っち,ちゃって降りちゃおうって思っちゃうかなって僕は思ったんですよ。これでもドラドラだったんで、はい、ちょっとまだ攻めたい意識があって、はい、助かってますよねこれは。逆に。うん。 行きたたいかから助かった完全に降りるんだったらやっぱパワーピンから打ってたと思うんでうん、うん、もう中抜きして降りようみたいなこれ初重なって初って生きてるんですか生きてますね攻め返しがあるかどうかうーん猿はドラドラの手う,うわっ完璧ピンだようわ本ほんとだリーチドラ一3 9 0 0強い好判断になりましたね 三ピン切りたくなっちゃうところですもんね。いやめちゃくちゃ切りたい。うん、どうなってたかまあその後にねもしかしたら本つながりあったかもしれないですけど。はい。まあ石川さんの上がりもあったかもしれないし、うんうん、猿川さんの攻め返しもあったかもしれないんで柴田さんの後半戦になりましたね今のは。はい。おもろ。さあとんでも二曲一本場柴田の上盤が続きますドラスーピン。 家で見てるのと同じテンションな見でしょう、ね。あ、もうそんな感じでぜひ。見ていただければ。やばすぎる。ちょっと。ね、三百ポイント超えてるし。そうですね。気にせず。いや、良 <laughs> かったね。今日、この気分で。やてていや、でも、ね、ボーダーライン付近の選手は、多分こう見てる時も。その、その方が、どの位置に来るかとかっていうのって、やっぱ気にしながら見てるのかなと思うんです。選手の方が見てるパターンで。 ね、例えば昨日の三浦さんとかさすが、ねうん、にいくらあの僕結構謙遜する方というかいやちょっとさすがに、はい、あの全然もう油断しないですとか普通に打ちますとかいつも言ってるんですけどさ、はい、すが、ね、に昨日のでちょっとね緩んできましたね<あ>これは来たんじゃないかっていうぐらいの差にはなってると思いますね。あ、うん、あとあれですね前説 プラスと、ね、プラスで終えれたら嬉しいですけど。はい、来たこれよ。とまんこになりました、ね、黒沢です。ドラがスーピンですもんね。そうドラドラが猿川なんです。うん。白と一のドラドラの手をペン三ピン入った。でも速さ的にはやっぱ柴田さんが一番早く見えますよね。うんもういいシャンテンです。ウーマンとか引いたら一回闇点になりそうですかね。柴田さんは。 テンパイの仕方によるうん、うん、これチーマン切りもありますねうんていうかチーマン切りがよさそう1日3もあるともうこれかなり1日3ですよねローマン引いてもチーマン今残してチーソー切りでカンローマンテンパイ取れたんですけどローマン引いても別に積もりたくないぐらいなんでうん,うんもうチーマン切ってフリテンリーチいくぐらいの感じだと思うんではい取らなくていいですねさあ何を持ってくるか 柴田と石川がいいシャンテンですか。うん、いや嬉しくないな。いやーのべたん嬉しくないけど。ドラなし。おお<ー>。やみてに構えました。ダマテンの、しかもフリテンっていうね、面白いですね。そうか、フリテンか。ヤンマン切ってるんですね。ドラポン。 できて、イーシャンテンサルカは白の後付けの形です。これドラポンが来たんで、はい、わかんないですけど、上がりだけ見るんだったらイースソーリーチが一番良さそうですよね。うん,うん、うんうん、イースソーリーチになりました親、うん、番の柴田です。 両面、両面のいいシャンテン、テンパイウッパーワン闇天役割ですうわこれ、効くかもね、柴田さん、普通、今、リャンマン切りリ,リーチになりそうかなって思ったんですけど、ーウーマンがね、ウー,がウーマンをね、現物にしちゃったことでね、このウッパーマン、捉らえられるようになっちゃいましたねはい0 0戦は1300石川の上がりとなりました。うん たださんいろいろリンマン自分が切ってるのにリ2ン切りリーチしたくないとか、うんはい、ウーマン切りリーチすればちょっとサブローマンに見えやすいかなとか多分、はい、そういうのがあったと思うんですよ。うんうんどっちにもねいい面と悪い面ってありますもんね。いやまあそうですねただウーマンって猿川さん今ポン出しがマンズだったんで、うん、ウーマンのポンテンとか入ってもおかしくないしーウーマンで今ロンって言われる率の方が高かったと思うんでもし転発した時に。うんうんうん 普通はリアマン来て多分リーチすると思うんですよね。はい。それがちょっと裏面になっちゃった感じですよね。今のはね。うん,うん。さあ、今度三局ドラガリアンゾーです。親番は黒沢。総勢一目つ石川。チーオポス形っと元ってますね。猿川。さあ、ここいいってやつですね。いいすねこれがいいってやつですね。打点が見える。三、はい、色ドライとか。 もしかしたら、ちゃんたまであるかも。なんか泣いて打点が見えるのが好きなんで。僕は。はい。泣いても打点が見えるっていう。そう、今回の場合はね。ちゃんと三色ドライチは、泣いても三千九百あるし。うん,う,んうん、うん、うん。まあ、ちゃんと三色、役牌ドライチとかになる可能性もありますもんね。うん,うん。七千七百クラスまで。泣いても見えるっていうね。ドーラ。いっぱいに広げていきます。 黒さんの手もまとまってきました、うん、いいですね、パーワンの重なりうん、うん、1シャンテンリアンシャンテンですねケンチワンチーピン切って一応ドラのリアンスを受けは残してって感じですかね、うん、あ、ドラドラ、<ー>めちゃくちゃ嬉しい 嬉しいけどなんか遠いっすよねこれうん太陽ハイだらけですが、うん、そうそうそう黒沢さんの今の九万先切りみたいなのもね<お>いいですねサルカさんが仕掛けとかはあるんですかありそうじゃないですかでありますか、うん、リャンソはポンするだろうし間違いなくうん、うん、チーソーパーソーもポンして

はいパーピン切り出しました柴田イーシャンテン初は一枚切れ黒沢さんも勝負手だなうんそうですねしかも大勝負手だこれはちょっとぶつかりそうだおーパーピンパーピンで安全相のハイを残してるっていう感じですねうん おこれはウーマンチーマになりそうですね。ドラドラの手の猿川ですイシャテン。これでなんか方針決まったみたいな感じですよね。両面両面のイシャテンでね。うんうんうん。ロケーションロピンさらに広がりました。 どうだチートイツもありますもんねサルカさんえーすごいことになったぞこれはすごいことになったは <laughs> いやいやチーピン引きで一応天ンじゃないですか、はい、え？タイヤオチートイドラドラですよねそうですねで今石川さんのところに来たチーピンがねサルカさんのところに行ったらもう天ンパイ逃しなんでマンガンのつもはねのテンパイ逃したから結構勇気ある選択ですねパーピンの先切りはい。まあ、それほどやっぱ黒沢さんに対してやっ っていうことだったのかな<ー>自分が四枚持ちだったんでテンパりましたねこれリーチ打つだろイーペコができいやこれだよこのクロスは先よメンターティ<が>ペコはい俺がこの目標にしていたはいこのリーチを毎回打ってくるねやっぱ怖いっすよねリアンソー2枚山じゃないですか引いたら6 0 0ルえこれよドラ二枚山 いやマジで引きそうだななんか黒沢さんりゃんそうですかうん。このリーチやっぱ来た時に猿川さん攻め返しやすくなるようにってことですよね黒沢さんに対してパーピン超打ちづらいですもんねうーんそうかはい。これも見越してのそうですねそうですよねやっぱチーピン二枚分のロスはあるけどううんうん、うん、やっぱ攻め返しやすい方を選ぶっていうことですねうん いや、お見事ですね。<ー>これで。一休さん。これいっぱい勝負になったからこそいけるみたいな。おやり一に追いかけていきます。えー、なんかすごい粘り見せてる。え。ん、数万を注意して。両ピン打ち、いいシャンテン。待って待って、どう、どう。六九ピン対。両相。え、六九相対。あ、ごめんなさい、六球相対。両相。ごめんなさい。 うわー,うーいやこれはってもう結構クライマックスじゃない割とうわいやこれセー入り目入り目うわ嘘食い流されたよ黒沢さんなんですかこれ柴田さん食い流されてるよどうなっちゃうんですかこれいやこれっておりでしょもう普通にうわ天敗では たかー黒沢さんくらい,いやー4000オール食いながされましたね黒沢サルカの二人転敗で流客となりました、うん、でサルカワ、はい、そうですね今みたいなのが結構聞いて、うん、あの6球層入ってたらサルカさんに同じ支配で六球ピンマッチになってたわけじゃないですか石川さん九ピン打つがあんですよね今ちょっと手詰まってうん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 、うんうん、だから パーピンチも聞いてますよね。あの先切り黒沢さんに対しての先切り兼自分のパが強くなるっていう。うそうですね。うん、あと三曲一本馬ですね。ドラは Q1。亮太くんに二千点あります。ドラ Q1。欲しいですね。亮太くん欲しいですか？はい、欲,し欲しいですよね。 点落ちてまますすペペペイイイの柴田がペイペイが統一でか出ましたねそこと点配量に対する意識半端じゃないですからね <laughs> 本当に <laughs> それだけ打点が作りにくいルールという、はい、ことですかね。だって点配量って3,000点もらえる3,000点って3ポイントじゃないですか、はい、3ポイントもらえる可能性あるのに、うん、あの着順順位点 うんうん、終わった後の順位点八四じゃないですか、はい、プラス八プラス四マイナス四マイナス八じゃないですか普通に二、はい、着の順位点とあまり変わらないんですよ、うん、そんなことあります確かにス一人天杯で着アップみたいな感覚な <laughs> 着アップみたいなそう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 ちょっと千点足りないけど、はい、ぐらいの感覚なんでやっぱ大事なんですよねうん、うん、そのこの A2 リーグのデータをなんか取ってくれてる方がちょっと名前出していいかかない名前出さないんですけどいらっしゃってあの X 上にちょっとデータとか上げてくれてるんですけど僕今期3万点稼いでましたからね転売量だけでえト30ポイントででっかかくないですか30ポイントって30ポイントってなかなか勝てないですよそうなんですよねもう1日勝ったら嬉しいもうめっちゃ嬉しいじゃないですか30それをね年間で 稼ぎ出してると思うとね、やっぱ気持ちいいですよね。テンパリョだけで。テンそれはすごいデーですね。テンパリョあってよかったなっ。めちゃくちゃ大事だ。そうなんですよ。そんな数字で出てるとまでは思わなかったです。そう積もっていくんですよね、やっぱり。さあペイちゃんのペイを仕掛けてテンマン切りっていうね。あ、ドラがドラガキョですもんね。普通で,したですね。すいません。 柴田が2000点の天、うん、本来はねマンズの本一まで伸ばしたかったんですけど、はい、やっぱり今回は香卓があるってことで本一まで伸ばさずともこれもね2,000点なんですけど、はい、ドラが重なれば7,700までありますし、うん、このまま上がっても2,000は2,300プラス香卓は2,000点で4,300なんで、はい、まあ残球以上の上がりと一緒ですからね、うん、大きいですよね。確かにペイ本一と、うん ペンホイツインあーこれ捉えられるの大きいよねでも出ないまだ出ない、うん、出ないけどかなりですんですねこれはそうですねローアンとか引かない限りは厳しいか <laughs> イソは大丈夫ペンチーワンが意外と山にごっそりいたんですね。 いますね<ん>かね 4, 4山だったんですね、うん、今3山はいさあどうなるあこれはパーソーロウソーっぽい耐えましたこれはドラが9万なんでまあチーマン出ることはないですねうんうんうん、うん、なるほどパーソーからいってうんロウソー先勝負するかどうかでしたかね今のはう,ーんうんうん

本の四曲となります。親番は石川。ドラがいいそうです。う三と一、四と一。と。うますぎお。うん。まず一面つがあります。猿川。 うわー、いいそこれはやばいよきたねしかもまとまってるめちゃくちゃまた一番まとまってますねこれはまた柴田大チャンスかなんかこうやってパってハイパイ見たときに、はい、やっぱ公式ルールをこう強くなりたいなってもし思ってる方がいたら、はい、全部の手配に、うん、えっと パッてハイパー開けられた時に何が一番高いかっていうのをパッて見れるようになるのが一番いいかなと思いました、はい、この手がどうやってどれなるどれになるかみたいな例えば石川さんの手だったらリーズモチーズの残によるみたいな一番高いのはね高くて速そうなのはいで佐々木川さんの手だったらメンピンツモドラ一だし柴田さんの手だったらリーズモドラ三、うん、はいクルさんの手だったらまあコック氏かなみたいなうん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 っていう風になんか パッてハイぱい見たときに想像できるようになると結構訓練になるかなと思って。おお、そうやって勉強すればいいんですね。うん、なんかどれが一番無理なくはい早く、うん、そこそこの打点になるかなみたいな。その無理なくが難しい,です,難しいですよね。そう無理しちゃうんですよ。無理すぎて。わか,かるよ。つゆっかりわかる。無理にでもね無理するのはね悪いことじゃないんですよね。はい。うん。 雨三色も見えてる僕は石川さんの手配はねあきたスッチピン嬉しいねリーチドラさんリーチでいきますこれはねもうドラさんあったんでまっすぐ進めてっていう手でしたもんね、はい、かなり山にいるんじゃないですかこれスッチピンですか手配には二枚4山,4山ですよ4山、はい、手配三枚か ースチーピン四山のドラさんリーチです柴田柴田からのリーチを受けてどうするチートイーシャンテンの石川親番ですいやこれ誰も歯向かえる人いなそううん黒沢はかなりきついですよねチートイーシャンテンはどこまで押すのかローピンがあんこになった 数字は一回打ちましたねはいドラのイース場に見えていないうわーこれ数ピンじゃない1ピン掴んだいや粘ると危ないですねこれセットできそう E ピン打った後にはいワンチャンス数ピンワンチャンスでいってもおかしくないしうん、そうしたくなっちゃう今数ピン重なればなー多分イ E ピン短期取れるけど数ピンますね 山にいる一応うわーこれイーピンぐらい行きますよねしたらスーピンも多分行くんだよなこれ何かあんこになっても一旦スーピンになりそうですもんね確かにもうスーピンが重なる以外かなりきついね回避できないかもしれないいやーいやここかここがねギリギリのラインだったってことですねじゃあイーピンまでってことですかうーん ローマンはね同じワンチャンスなんですけどチームマンが3枚見えの、はい、でも二重打てるんでねこっちはいや好判断親番ですよ石川ギリギリまで粘って当たり牌は打たないっていうね、うん、でもどんどん打ちたくなりますねウーピン3枚見えでどんどん打ちたくなりますねめちゃめちゃ通りそうになってきたいやーしっかり降りてるそうただね同じワンチャンスだったとしてもはい こう順目が深くなるにつれて、うん、あの場に見えてるワンチャンスの方が怖いんですよ。はい、意味意味わかります？例えばかりますよこれちょっとなんか一応難しい、はい、あの説明が、自分の手の中に例えばリャンソウがアンコの、はい、いいソワンチャンスのいいソーよりも場に三枚ウーピンが出てるスチーピンとかのチーピンとのかの方が危ないよってことですね。僕が言ってあったの。うん、あの 脇が両脇が降りてるのに、うん、残りの1枚のウーピンが出てきてないってことは、はい、残りの山か柴田さんに内蔵されてる可能性が高いんで、うん、あんまりワンチャンスが信用できない場になってるっていうことなんですけど終盤のワンチャンスは信用するなとそう自分の手のワンチャンスの方が信用できるってことですね要はうん、うん、手の中でできてるワンチャンスまあほか2人が持ってる可能性もあるっていうことですよねすす高くなるっていうはい でもこうなってて両脇が降りててウーピンが出てきても全然おかしくないのに出てきてないってことは柴田さんの手か、うん、残りの山かでどんどん残りの山が少なくなってきてるんでいやいい判断だったないやー石川入りまし、ね、立場もありますからね攻めたいですよね<う>石川さんポイント欲しいんで、うん、しかも石川って選手のタイプ的にも結構攻めっ気強いタイプなんですよそうですねうんおかっこいいね かっこいいですねいいキリッとした表情が見えます、石川さあ、1戦目、南乳となります南乳一曲、猿川の親番ドラが急走です一本馬、京沢先点。いや手配ちょっと自配、箸配が多く見えますうわー、うわーめっちゃ嬉しいでもうこれもうさ、<laughs> 最後の二枚でもうほん <laughs> こんな変わる？歴的に。薬役ですもんね。はい、トンハツ重なったちょんちょんがうますぎる。ドラドラは柴田です。チマ、うん、あんこ。はい。小さぎりですか？どこですか？はい。うん。え、ストレート。こだけた。切りたいけど。 なんか単純にメンツ候補足りてないからはい地層からメンツできること全然ありますもんね真ん中なんで。はいうん、なんかペー残ってても他の役見えないかなって思ったんですけどまあチャンタがあったのかペー重なった時にチャンタがあったからあ<ー>ドラドラはとりあえず固定しといてっていうことだったんですかね。うううんうんうん、うんうん なんか体感これってもう泣かないと上がれなそうだから今とかも僕ローピンとかスーソローピン切ってスーソリアンスをいく構えにしちゃうかもなチートイカちゃんとかみたいなこのドラドラを生かして仕掛けてでも上がりに行くためにっていうことですよねおおええ本逸はなしでいいとですねほぼなんないですもんね今持ってたらねあ今切っちゃったらねトイトイか 役役ドライチですね。か役役<走>トイトイかみたいな感じかな。多分トーンを仕掛けているサルカウンでそうかな。うん、っていうことですね。く重なったらね。はいトイトイありますもん、ね。アトイトイじゃない本いつありますもんね。く重なってから本いか。 本一ありますよね。うんうん、あと一ターツ足りないんでマンズで本一行くには。トイトイもありますよね。トイトイもありますね。う,うん。百カスなったら両天秤みたいな感じですよね。あこれ本一いけるわ。イいマん聞きますねこれ。これは本一コースですか。本一とトイトイどっちらいてる。てうん,うん、うん、ローマンくっついたらそうですね。あの一、ー、回百打つんじゃないですか。トイトイもまだ残るし。あこれチュービネットこれポンか。 出たら、どうなんだろう。同番切るのかな、と言っといだけで。と言っとい確定させた。うん。りゃんまん、すうわいいシャンテン。ドラドラの手、柴田がチューンを重ねました。うわ、りゃんとすうまん、みんな綺麗に抜けててないっすね。本当だ。<laughs> 持ってないっすね。 山これってなんか、はい、普通にスッと打たれてもおかしくないのかなどうなんだろうでもただそっか親の二風ラだもんなそうですす。ね、とんとチーピオポンしていますドラが急走で柴田さんの目からはドラが2枚見えてるんですけど、はい、うん。 やっぱなんかパーソーが手残りしてたんで、サ猿川さんの手にね、残ってたから、トイトイには結構見えづらい。と思うんですよね。<laughs> はい。トイトイだったらね、パーソーやっぱ残らない、表示のパーソー残んないんで。うんうんうん。でもドラドラはどうですか。なさそうですか。あのペンチソーのー発が残ってて。うん、あのパーソー来た時にドラが重なったとかはあると思うんですよ。うん。だから。例えば、今テンパってて、高い手に当たっちゃう場合って。 ローマンのの周りの、うん、まあ最終手出しがローマンだったんで、はい、数万と急走のシャンポンとかうーん、まあ、ウーマンと急走のシャンポンっていうのはないですよねそれだったらスチーマンに受けそうなんでだから当たなんか結構きつい数万とかはきついかもなみたいなうんまあでも確かに数万と急走でもし当たっちゃうんだったら。 もう一個があんこでできてたらトイトイですもんね。その場合はあるのか。なんか成り行きでなったトイトイはありそう。成り行きで、うん、たまにありますよね。そうですね。あ、これは打てないですね。閂三万の電波になりました。通るです一旦ね。一旦ね。ね今通った三万。だ三万のチートは取らなかったんですよね。サルカーさんはまだ打点見て。うんうんうん うわー3万だよわーちょっと上がりたくないけどみたいなでも上がり大きいですね当然供託がねあるんで1千五百円ですかマジでこれモンキーモンキーマジックだですね前順に取った三万ですよ泣かれてない三万しかもローマンとトに切られててねあんなの当たると思わないですからねモンキーマジック食らいましたね石川さんロンキー言われた瞬間フリテンのゴロンなんじゃないかと思いますけど今のとか さあもう決まりました決まって日本日本馬ハクハクこれは本当にい、ね、ドライ,イピンですっぽいねハクハクなんなんさあこの親を阻止できるか柴田は二面つありますお黒沢スサワえいいまたまたスピードはあるいい、ね、ピンドラでも泣かないですもんねきっと泣くかないやーどうだろう いやどうだろうかっていうか、まあ、黒沢さんは泣くわけないと思ってるんですけど泣くわけないちなみにここはね、うん、あこれウーマン切るじゃないですかこれは僕は泣くんですよね本店ですもんね本店、はい、だしこれはなんかもうマンガンとか1三二玉とか作るのがもう難しすぎる、はい、ちょっとで今の先天の上がり率が高いから今は出たら泣きますけどうん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  黒沢さんがどうするかはちょっと見ものですねこれどうするんだろうこのポンペは取るのかなちょっと見たいですねでも1枚目は泣かないそうですね二枚目は泣くけど一枚目は泣かないとかはありそうリーズも初そうリーズも初あるしね E ピ、まあ、ンに着いたらとかもあるしねああ。わかんないんだよなドキドキちょっと早く出ないかなサルカーからは出なそうですねまだ出ないですねちょっと今が知りたいんだよな今が知りたい間違いないです <laughs> 順目を追うごとにねやっぱポンテンに寄っていくと思うんでうんうんうん、うん、ただキューピンが今三枚であこれ四枚目のキーピンねスルーしたえこれは泣かないかも泣かない逆<に>ですかなんか初ポンテンの六ックーピンがさって上がれそうだからさっきの泣くってなってたんですけどキーピンが四枚見えてるからあんまり強くなくなっちゃいましたねそう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 ,そう,うわ<お>これチーピンパーピンだと思うわほらなうわほらそうなんだよ <laughs> えこれ初泣いてドラ短期取るじゃないですかこれだったら5人ありますあかかこれどうなのあドラ切られましたね今一枚ああーあこれから来た来た来た行か,かないし来た来たとんでもない手インシャンテンとんでもない店だねはいでもなんもちもち柴田もインシャンテンまで来ましたえ待ってえ柴田さんはえ パンしたドラ短気だ。ドラ短気だ。ちょっと待って、柴田さんも結構衝撃的な一打打ってません。三品ですか。ダブなんすよね。そうたダブなんですね。ダブなんこの関さん増はいらないっていうことですかね。三品先切り。ですね。うん、これはこれドラ切ったらもうかん<わ>なんかめちゃくちゃ上がれそうだけど。サムロイすね取らず。ーー<え>ドラ短気も上がれそうと。 両面ちゃん。石川さん天敗ですね、感嘘で。はい。これ、ちいてん取るかどうか、ちいてん取った。三相とのシャンポン。白本一天敗。ええー、寿司屋さんの手もすごいな、なんか。白切らないんだな。山にはない。うーわー、なんか。打点が。 酸素もない。ドラ短期。ね。ドラ短期が一枚。あ、そうか,か、そうか、何、に山か。あ、何、に山じゃんない。酸素な,ないのか。もちもちなんですよ。で、酸素もないのか。か酸素もない。うで、嘘もないんです。え。はい。しかも、ドラが一枚だけ。そう、上がり目がね。でも。その上がりあるのは一ンだけ。どこまで押せるかみたいな感じになってません。おわー。 はい <laughs> <laughs> こっちの方が早いんかいでかすぎ 1, 500, 2, 4面ちゃんに取らずにドラ短筋に取ってねね<え>これがだからやっぱ打点が正義ってことですよいや4面ちゃんに甘えたくなるなるよねはいさすがですねこれはもうこれが黒沢咲これでもドラ短筋やっぱ価値ありますよねさあうん、うん、なる2局 柴田の親番となりますやっぱ勝率もちょっと高いかなって思ったのかもしれないですね猿川さんの手が本一にもう見えてて本一に見えてるんだったら想像のめん茶ゃそんな強くないしドラ持ってないし石川さんがドラ切ってるから石川さんもドラいらないってことは、はい、柴田さんは何枚持ってるか分かんないけどうん、うん、ドラ短期は結構勝てるかもなというのがあったかもしれないですね。 あと自分の展望がなかったっていうのもね、ちょっと要因かもそうか、5人なら浮きに回れるんですね、まあ、一旦ね、うんね、原点付近まで戻ってこれるからうんうん、うん。なんといつ石川、いや、しかし平たいですね、なんかいろいろあったけどなんやかんやいろんなことがあったんですけど、<laughs> 全員上がってるってことですね。全員上上上がががっっってててるるるかかも かもしれない。うん。うトさとん、イツが親番の柴田で。猿川が初ドイツ。石川はなんドイツ。この平たい状況での。何二局。 コアパーソン切り。あ<ー>これはドラが一番手広いけど。どうする、黒沢。これは白鳥さんどうしますか。これはね。はい。黒沢さんは数層切りました。これはさすがにドラ切りそうですね。<ー>やっぱ割り率がちょっと違いすぎる。ここ うん、これはドラを切っておけば相当上がれそうっていうことですか上がれそうだしうーわ白鳥 <laughs> さん並んでますよ白シャーのシャンポンですうわう,わ,うわって言ってますよ多分打ちながら <laughs> いやー出たぞドラ残してドラ重ねてリーチですいや鬼すぎ鬼すぎるいや黒澤さんだじゃ三色のスー残しておくとね三色の一応含みあったしあそうですねあピンフイーペーコンもあるからまあいいかっていう感じだったんですよねはいやばすぎ白一枚のシャワーのシャワー一枚でシャワー一枚はいニ山ですいやこれはね次ハクくんだったら絶対残したいですもんね いやすごいもの見たすごいよしかもこれシャー止まんなそういや止まんないしハク引いたらハネマンですからねリーズもハクドラさん、うん、ちなみにもうハネマンとかマンガンをもうこぼすのはもう最悪なんでこのルールはいもう多分最悪になってた可能性が高いんで僕は僕は <laughs> ねそれでハク切った後にうん 次リアンスを引いてね乾酸素の分かんないしょうもないテンポになって多分テンポ取らないそうテンポ取らないんですけど <laughs> いやでもねそれでピンフの手になってしっかり上がりきっていやそうしかも900点だからさやっぱなんか「メンピンつもいいペーコーとかね「メンピンペーコーでかいな」って思っちゃうんだよなリーチだなこれは多分きたさすがに一杯ピンの方うまいんじゃないかぶつけていきました石川四山四山対以前二山。 でも打点が違いすぎるから。そうですね。リーチのみですね。ね石川。うね、どうだ。いや、これ買っ,ったらすごい。買ったらすごい石川ですか。いや、黒沢さ,さんですか。二、うん、対四、どうだ。ジーピン。 いや深いですね。深い。シャアが深い。やっぱ追っかけられたらね、ちょっと不利ですもんね。うんうん、みんな結構ベタ折りになっちゃうから。ミッ、うん、ションテン。うわーパビナー。<ー>これはでも石川さんが見事。勝負に行きましたね。うん、見事です。リー一千三百の上がり石川です。うんちょっとね上がりたかったですよねあの手は。うんうん いやただやっぱ今のは黒沢さん見事だし、うん、石川さんも切り込んでって見事だったっていう感じですねさあ7の三曲黒沢の親番となりますいや面白すぎるだろう。白の腰白重ねはすごいすごいよねその全曲の E ピン短期もすごいのにイスソサブロスを取らずに だからああいうやっぱその「シャーハクのシャンポン」とかのああいうのって一回上がればもうそ,のそれだけで結構その半ちゃん受けるかもっていうような上がりじゃないですかやっぱああいうのを決めていくことが多分大事で何回もそういうのをね黒澤さん打ってるんでそういうリーチ打ってるんでまあその中で何回か成功すればいいやみたいなで全部成功した時はめちゃくちゃ勝つみたいな感じなんですよやっぱり。 いろんなねスタイルがありますけどね一撃必殺型って一撃必殺型でもそれが強いですね公式料理はやっぱりあれまたんかまた何か純ちゃんですね純ちゃん純ちゃんだね完全にこれは他の人がちょっといいっすもんね猿川さんも。 これねそろそろ何三ぐらいからは浮き意識してくると思うんで、はい、猿川さんも別にこれ染めずとも何白だけ,だけで OK みたいな、はい、これ今マンとかポンしてもおかしくないし E マンのポンからこれと一と一目残りますしね。はい伊達も残しつつ手が進むと、はい、で別に2六とか1三百になっても、はい、一応トップ目でオーラス迎えられるわけですしいいかなっていう。 その考えでね柴田さんもちょっと浮き寄りになってるんで「そうず、うん、ターツ」は一気に払わないで何いったっていう感じですよねうん今の上がりにかなり比重を置いてるっていうまあめちゃくちゃ平たいですしねうんこれだと形が良すぎてちょっと行きたくなってるんですけど、はい、初打つかは迷ってるんですよねこれ普通の平場だったらもうノータイムでチーソーパワー糸いってるはずなんで、はい、今何三局だから迷ってるって感じですねこれは。う いやそのあたりの判断もまた難しいところですよね。難しい。三万切りきたあいい、e、万ポンか。ああ<ー>。うん、石川はなんちゃ。ちょっと重たくなってきた。両ピン切りそう。あローピンか。これは遠い手の含みは残ってますね。ああ<ー>。一応打点は見てって感じですか。うんうんうん。上がりリーズもそんな落としてないよと。 これは上がれそうなんで地位点、はい、ヤンピン残しが生きてめちゃくちゃ上がれそうなイスーピンの天敗これだったら取ろうかなって感じですねはい何の天敗サルカワがイーが1300いスピン待ちいやこれはなんかもうサルカ川さんの技ありでもう上がったと言ってももう勝手じゃない <laughs> もうですかいやこれも上がりでしょだってどう考えてもこんな上がりやすいイスーピンありますあーこれはいいそう。 誰もが打ちますよこれ誰もが打ちますね、うん、しかも山にもいるポンだな多分どうあでもそっかサ猿川さんの仕掛けはイーマンポンとカンサンピンチーだから8とペイマジで生きづらいんだこれねこの仕掛けね分かんないもんね役がね、うん、あでもポンしてチーマン切りましたねはい うわーそしてチーマンが入ってうわちょっと待ってこれなんか面白いことがなんか面白いことが起きそうですか椅子火がそう決着しなかったら純ちゃん,ちゃんうわ吐く<白>、ね、これは無理白初ペイもう全部ションパイんなら一番ペイが打ちやすいまであるからドラのペイですかドラのペイいやでもドラのペイ打てないんであんこでねあの白あんこのペイシャンポンとか打ったらもうどうしようもなくなっちゃうんではい ドラのイワンは缶ですねポンしてるはいンン。さあどうだ かいね一数ピンがああでもえあー打たない打たないあーこれはえーちょっと待って9万そうかもなるほどチーテン取らなかったのかそうだほんとだペイがね打てないからってことですよねああそうかそうかペー短期か一数ピンはもうデスなんでいやこれはでもねもういずれ出ますね黒沢さんからですかちょっともう回避不能よ いやこれも残しますもんねーんス,ースーピンが出ましたかサルカーの上がりですなん缶を入れてるので1600ですかはい、はい、1600点の上がり、はい、サルカワさん見事でしたね見事でしたねさあ一回戦目がオーラスナンの四局となります親番は石川ですなんやかんやってめちゃくちゃ平たいちゃ平たいめっちゃ平たいですね 1> 今1,600本縦した黒沢がラス目ですが2万7,000点持ちそうですねやっぱこのくらいのラスだと、うん、まあこのラスで終わったとしても、はい、まあ黒沢さんなものともしないんであそっかあまりこのね順位点で戦うタイプじゃないんでう,ーんうん確かにマイナス8ポイントされたとしても漫画上がればいいんでしょっていうそ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 う <laughs> でしょ漫画1回ねこの地に上がればいいんでしょっていうね だいあこれでドラ持ってきてだいたい上がればトップ。うん、柴田さんもね。今のポイント状況考えるとやっぱり。欲しいな。どちらかというとね、トップ欲しいですよね。欲しいですよね。しかも千五百点ですよ。千五百点差で。まあ今ドラチム引いたんで、これ上がりまでいけばね。うん。必ず二千点以上だから。うん、いいはい。 あの両面トワツになりました石川です。あ難しいいイソリアそうかな。なんか感覚ではいイソリアそうと柔らかく言っていますが、はい言っていますが,僕が言が僕が言っています。<laughs> 僕が言ってましたね。<laughs> はい、急削ぎりか。急削ぎりだとちょっとジャンとがなくなるから嫌なんですけど、急削ぎりのいいところはもう一って進んだ後も。 リアンを持ててるんで単位用の可能性がこっちの方が上がってるっていうところなんですよねただやっぱウーソやウーマンの横にくっついた時に一回ちょっとジャントが不十分になるっていうところが嫌なところですねペンサンソが残って急走統一の方が面前では安定感があるかなという感じですよね このツもした時が9層あった方がスッチッソとウッパーピンとあと一数ピンのイーシャンテンになってるんですけどこれあとペンサー層残りになっちゃうんではい。ただやっぱりこのアトリアンソウ引きとかするとこっちの方が良かったねってなるんでどうなるか他の人がちょっと上がれなそうだから柴田さんが一番上がりに近く見えるけど現状そうですね黒沢チュンと一ですが ロサさんがここから泣くの見ないからなしかもチュンドライチ上がってもね上がって沈みの四着もでもやっぱり嫌ですよね嫌は嫌ですよねやう,おうわこれはこれ引けるならねこれなら大正解うん嬉しいめちゃくちゃ嬉しいしかも酸素これ2枚切れだったっすよねま、うん、本当だめに見えて薄いところを引き入れました,た柴田がいいシャンテン 生点2000でもトップ,トップですねどこから出てもトップさすがに生点にしそうですねうん、うん、これをテンしたら天ンパった嬉しいスチーソーの闇点いやこれはもうこれはもうこれいただきましたかもうさ他の人がだって追いついてないもん石川がちょっとスチーソーを置いてるか最速の天ンでしょ小山こ,、まあはい、これは上がったろうな柴田さんだなこれは ちいそう待ちが柴田誰かが宝珠したら着順の変動があるかっていうと誰何もない起こらないですね着順の変動は,はあ,あ、ちいそうだでかい石川からですか、うん、はい。えー、柴田2000点の上がりこれでトップになりました一回戦目が終了となりますトップに柴田二着に猿川三着に石川四着に黒沢 といった並びで一回戦目が終了となりました。この後、二回戦です。